皆さんこんにちは、シェロカルテ役の加藤エミリです。はい、アニメ化の方が、大々的にまた発表されまして、いろいろと詳細が出てきました。そんな中、シェロちゃんの設定の絵柄とかも公式のサイトで見れるということで、私もイベントの方で拝見させていただきましたけれども、すごく可愛く、キャラクターが皆さん仕上がっていて、あれがまたこう、まあ、PV ではありましたけれども、もっと他のキャラクターがどんな風に動くのかとかすごく楽しみです。やっぱりアニメーションになるとどんなストーリーを進んでいくのかなど、もう本当に気になるところがたくさんです。そうですね、気になるところはもうやっぱり私自身もすごくゲームの方を楽しませていただいているので、もうどういう風にこうゲームの設定がアニメーションに生きてくるのかとか、キャラクターはどのくらい出るのかとか、本当に気になるところがたくさんあります。やっぱりプレイしている身としては、その戦闘シーンだったり、敵がどういう形で出てくるのか、何の敵が出てくるのかとか、そういうちょっと細かいところまでちょっといろいろすごく気になるなと思っております。あとやっぱり私イベントの方でもちょっとコメントさせていただいたんですけれども、アビリティのボイスだったりとか、実際ゲーム内で使われているアビリティボイスを聞きながらこう何かこう技を出してくれるのかなとか、なんかそういうバトルシーンがすごく楽しみにしております。はい、私も気になるポイントがたくさんあるんですけれども、ゲームをプレイされている皆様 もうたくさん大勢いらっしゃると思いますので、とても期待値の高いアニメーションなのかなと思っております。私も放送の方を楽しみにしております。放送の方は2017年の1月放送予定となっておりますので、私と皆様一緒にドキドキしながら放送の方を待ちたいと思います。楽しみにしていてください。どうもありがとうございます。